愛別町は、北海道上川地方中部の石狩国上川郡に、ある町。町名は、アイヌ語のアイベッカラとされ、土地の傾斜が急なため、流れが矢のように速い川があり、その川の名が、町名に広がったとの説がある。しかし、愛別川はそれほど急流というわけではなく、また、愛は棘があるということからイラクサも指し、その意味を、イラクサ、川。 矢の原料になる木がある川とする説もある。キノコの一大生産地として有名。歴代市長四町では、これまで約四半世紀にわたって役場はもとより、青少年や婦人会などを官民挙げた交流が続いてきた。1994年には、愛別町において四町の町長が一堂に会し、愛の町サミットが開催された。その後、平成の大合併に伴い、 愛東町は、東大見市へ、愛野町は、雲仙市へそれぞれ編入されたが、交流は今も続いている。また、同時に合併に伴い、新たに、滋賀県愛称町、愛知県愛西市、愛媛県愛南町が誕生しており、2014年には愛別町の職員有志が、それぞれの町にバレンタインチョコレートを送り、新たな交流を呼びかけた。 愛別駅タクシー会社共和温泉。ありがとうございます。